はい、皆さんこんにちは。私は美容カイロプラクターをしております尾崎さとみと申します。本日は皆様の骨格を作る美姿勢を作る体操を短いお時間ではありますがご指導させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ではまず、美しい姿勢を作るために少し姿勢のお話をさせていただきます。ここにちっちゃいですが図があるんですけども、ピンクとブルーの人どちらが美しいでしょうかって言ったらブルーの人の方が正しい姿勢になっています。首にカーブがあって腰にカーブがあって、あとは実は土踏まずにもカーブがあるのが正しい姿勢です。ですが今デスクワークとかあとは運動不足などもあって、あと年齢問わずですね、首のカーブがなくなって肩が前に入ってしまっている方、腰のカーブがなくなって腰痛が重い方、そして土踏まずのカーブがなくなって足がむくみやすい、そういった症状が出やすくなっています。なのでできれば皆さんこちらの姿勢で思い当たる方いると思うんですが、少しでもブルーの姿勢に近づくように今から運動していきましょう。はい、それでは体操をしていきたいと思います。まずは骨盤、土台、体の土台ですね。上半身と下半身をつないでいるこの土台である骨盤を整えていきたいと思います。足は皆さん肩幅に開きまして、はい、腰に手を当てます。そしてではまず腰だけ動かしていきましょう。腰を前ですね。次は右です。はい、次は後ろ、左、もう一回いきます。前、右、後ろ、左。はい、そうしましたら前、右、後ろ、左、ひし形ができます。ひし形ができますので、この中をなぞるようになぞるようにゆっくりと腰を回していきましょう。はい、まずちょっと練習です。右に2回いきましょう。右1回、2回。はい、次左に1回です。1、2、2。はい、こうした時に気をつけていただきたいのが上半身が動かないこと、なるべく上半身を動かず腰を回していくということですね。はい、では数えていきます。10回数えていきます。では右からいきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、左、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ですね。今日は10回数えていますが、回しにくい方、ご自分の体に回しにくい方、多めに家ではぜひやっていただきたいなと思います。ではもう1回右回し10、左10、続けていきます。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、左、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ですね。これが基本の骨盤の運動になります。その次にじゃあ肩やっていきましょう。肩ですね、皆さん肩こり気になる方も多いですよね。あとは普段、ね、今リモートワークなのでちょっとパソコン使って肩前に入ってしまっている方すごく多いので、肩を外に広げて肩甲骨を動かしていく運動になります。まずはですね、手を肩に置きまして上に上げていきましょう。10回いきますよ。はい、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ですね。続いて肘を内側、くっつかなくてもいいですからね。肘内側で開いていきます。肩甲骨がぎゅっと近づくイメージですね。こちら10回いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いいですね。動かすとすごくポカポカしてくると思いますね。この肩の運動をもう少しやっていきます。次はですね、肩を後ろに回していきましょう。後ろに回していきます。ちょっときつくなりますので無理なく行ってください。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ですね。肩どうでしょう、少し動きやすくなってきましたかね。でもすごく肩って重要な部分になりますので、もうワンセットやっていきましょう。上げていくのと肘を近づけていく、そして肩回しちょっと続けていきましょう。はい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、肘近づけます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、肩回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ですね。はい、では次にお首のカーブを作っていく運動ですね。ちょっと今ストレートネックという言葉もあるんですが、首が前にまっすぐな、ね、湾曲がなくなってしまう方多いので、ご自分でちょっと直していきましょう。こういったタオルですね、1枚ご用意いただければと思います。こちらを半分に折りまして、お首に当てます。首に当てたら、タオルを正面に少し引っ張った状態、ちょっと負荷をかけた状態でお持ちください。そして首を動かしていきます。首だけまず下向きます。そして上でカーブを作っていきましょう。5秒キープ。1、2、3、4、5。ゆっくり動かしましょう。はい、下向きます。はい、上でカーブを作ります。1、2、3、4、5。はい、もう一回いきましょう。下向いて、はい、ゆっくり上向いて、1、2、3、4、5。はい、あと2回いきますよ。下向いて、はい、上向きます。1、2、3、4、5。ラストいきましょう。下向いて、はい、上向きます。1、2、3、4、5。はい、ですね。手緩めていきましょう。今日行ったのは骨盤の運動、そして肩回し、首のカーブを作っていく運動をやっていきました。簡単な運動なのでぜひ家でもやってください。ありがとうございます。